どうも、ちまです。あのね、ツイステの新たな展覧会が発表されたらしいね。タイトルがね、ディズニーツイステッドワンダーランド展ヴィランズから生まれた世界っていうタイトルらしい。これさ、客層からもヴィランズ生まれてたら最悪だよね。5歳の女の子のお年玉全額強盗する青年強盗がいたら、もう眉毛全部引き抜きたいね。でさ、これチケット制らしいよ。まあ展覧会って大体そうか。でもチケット制らしい。で、全日指定型のチケットでね、一応当日券と前売り券あるんだけどね、当日券だと数量限定だから完売しちゃう可能性もあるんだよね。だから確実に行きたいなら前売り買った方がいいねってちゃんとね書いてくれてるんだよ、優しく。値段なんだけど、前売りが庶民が1300円、で高校生工藤新一が1000円、で小中学生光彦が800円でね、当日券になると庶民が1500円で、工藤新一が1200円で、元太が1000円。だからね、少し200円アップしてんだよ。そう、値上がりしてるから、どっちの意味でも前売り券の方がいいかもね。小学生にとってさ、200円って相当でかいよね。でね、これ以外の方々、庶民以外の方々、アメリカザリガニとかいう方々はおそらくね、50円ぐらいで入れると思うよ。嘘でよ。これどういうさ展覧会かっていうと、あのね、この作品の理解を一層深めようっていう展覧会らしい。キャラクターの魅力をより深く感じて、世界観や登場するキャラクターのその理解度を深めようっていう感じらしいよ。ちょっと俺難しすぎてさ、何言ってるか分かんないんだけど、まあツイステの世界を楽しめますよっていうことね。要するに。でね、なんか東京、まあ今までってさ、結構東京とかさだけとかが多かったじゃん。でもね、なんかそれ以外でも開催するらしいよ。これ全国回るらしい。まあ、最初は東京だけなんだけど、後々いろんなとこ帰省するらしい、拡散するらしいから、だからまあ東京以外の方々も行きますよって感じだね。でよ、オリジナルグッズもあるらしいよ、これ本店オリジナルグッズで。さ、通販ってさ、だいたいやんないじゃん、展覧会って。やんのかな、やらないイメージあるな俺。だからね、この展覧会行かないと手に入んないグッズとかも絶対あるから。てかオリジナルグッズって書いてあるからね。だからね、もう本当にツイステ好きな人は行った方がいいね、これ絶対に絶対に。いやね、このね展覧会で一番熱いと思ったのがこれ、式典服や寮長7人の寮服と杖などの再現アイテムを展示します。ここエキサイト清掃が見れるんだよ。杖とか服だよ、あのどでかい杖あるじゃん、あのチェホンマン杖、あれが見れるかもしれない。これが一番見たいね。ってことで今回は終わります。